はい、どうもこんにちは、バシッとメグとミンです。はい、さあ本日はですね、マジミロのグッズ、ようやく私のところに着弾いたしましたんで、レビューしてみたいなと思います。着弾しなかったっていうか遅かった理由が、なんだっけ、今回のグッズの中に放置新聞さんからいつも出てるグッズの中に、マジカルミラー2021グッズ付き特別号っていうのがあって、多分それのせいで送れたのかなっていう感じですね。はい、じゃあ本日はね、いろいろ買ってきたんで、レビューしようかと思います。それでは続いてみましょう。はい、バシヤとみくりんチャンネル。はい、ではですね、早速、何から見ていこうかなってとこなんですけども、いっぱいあるんで、端っこからわーっと見ていこうかなと思います。はい、じゃあまずペンラですね。ペンラ開けてみてみましょうか。今回、ペンライトなんですけども、やっぱりミクちゃんのモチーフですね。今回、花が入ってるような感じになってます。可愛らしいですよね。うん。で、今回、ペンラに新しく装着するものが出てきて、ペンライトリングセットっていうのがありましたんで、こちらも一緒に買いましたんで、こちらをつけて、一緒に、見ていこうかなと思います。はい。じゃあ早速開けていこうか。はい、ではですね、開けましたんで早速見ていきたいなと思います。はい、今回はやっぱり前回と同じなんだよね。金縁という感じになってます。で、手持ちのところにはマジカルミラー2021という形に書いてあります。はい、でこっちのてっぺんの方見てみると、今回のミクちゃんのシンボルとの言うべきね、花がありますね。はい、下は特に何もなしって感じです。で、今回はやっぱりね、ボタン押しで、ボタンを押してつけるって感じなんですけども、長押しでつきます。緑、黄色、オレンジ、ピンク、赤、青、白っていう感じですね。はい。で、先ほど紹介したこちらですね、ペンライトリングっていうべきかな。これがありますね。これをつけてみてみると、じゃん。はい、こんな感じになりますね。これ面白いね。おー。はい、この状態でつけるとこんな感じ。ミクちゃん、ちょっと暗くしてくれるかな。はい。はい、こんな感じですね。あー、面白いな、これ。なんか若干頭の方が光るって感じだったよね。なるほどね。はい、こんな感じになるみたいです。で、これ、2種類。選べることができて、ミクちゃんの顔か、あるいはマジカル未来って書かれた、やつに、選ぶことができるっていう感じになってますね。うん、挑戦としては面白いよね、これね。うん、はい、こんな感じになってるみたい。ちょっと自分のね、ペンライトを改造できるっていう点では面白いね。うん、じゃあ早速このフィルムですね、ミクちゃんのフィルム入れて、ちょっと変えてみようかなと思います。じゃあ、はい、ミクちゃんのフィルム入れるとこんな感じですね。画面があっち行っちゃってるんだよな。はい、こんな感じになりますね。うん、可愛らしくていいんじゃないかなと思います。はい、じゃあこれで私はもうペンラの準備ができたんで、これでよしですね。はい、よしよしよし。じゃあ次ですね、次はこれですね。これ見ていこう。よいしょ。マジカルミラー2021、ロゼットですね。うん、出るのは今年初めてか。ロゼット今年初めて出るんで、ちょっと買ってみました。上が缶バッチになってるんだよね。面白いよね。じゃあこれちょっと開けてみてみたいなと思います。うん。はい、開けてみた中はこんな感じになってますね。かわいいね。ケイさんのイラストがね。うん。はい。で、缶バッチみたいになってるんですけども、正式は缶バッチじゃなくて、缶バッチの、バッチの部分がない感じっていう感じになってますね。はい。裏面見てみるとこんな感じになってます。接着剤でくっつけただけになってて、ちょっとここが怖いところではあるんだけども、はい。ここがパカパカして、挟むこともできるし、バッチもついてますんで、服に一応つけることもできるという感じになってますね。うん。まあ、これはこれで可愛らしくていいんじゃないかなと、個人的には思うんだよね。うん。まあ、こんな感じにするのがいいのかな。はい。以上、ロゼットでした。じゃあ次ですね。これ見ていこうか。毎年毎年争奪戦になるやつのね。ライブで使われるはずだった銀テープ&ホルダーですね。これ、大阪と東京両方とも売ってましたんで、両方とも買いましたね。ちょっとこっちの方開けてみようかなと思います。倒れちゃったよ。はい、大阪と東京のやつ、両方とも開けてみてみましょう。ここのね、ミクちゃんがいるところが赤と青っていう感じになってて、2色ね、対になってる感じでいいですよね。でね、東京の方がね、ミクちゃんのカラーっていう感じでね、これ分かってるなっていう感じがしますね。はい、まあ何でもいいや。はい、大阪の方見ていきましょう。大阪の方なんですけども、基本的には、同じ銀手が使われてるんですが、裏ですね、裏が大阪って書いてあって、大阪がもうね、来週なんだよね。多分動画上げる頃には今週にはなってると思うんですけども、はい。
こんな感じになってみたいです。うん、赤のクリアのやついいね、個人的に結構好き。はいはい、続いて東京ですね。東京の方こんな感じになってます。ミクちゃんイラストこんな感じで、で銀手は一緒なんですけども、裏面見てみると、東京11月の5日から7という感じに書いてありますね。あ、東京も近くなってきたよ、楽しみだね。ねミクちゃん。はい、とりあえず銀手はこんな感じですね。でつける際は、まあ、カラビナみたいになってるんで、ここね、ここパカパカしてるんで、ここにつけるって感じになってます。うん、やっぱこれおしゃれでいいよね、個人的に結構好きなんだよねこれね。去年争奪戦だったからね。無事手に入ってよかったなと思います。はい、じゃあ次ですね、次はお守り開けてみてみようかな。はい、続いて縁結びですね。これも毎年出てるんですけども、今回イラストはこんな感じになってます。なんかみかにも縁結びっぽいイラストっていうか、可愛らしい感じになってるよね。はい、裏側にもこんな感じ、マジカルミライ2021って感じで書いてありますね。これは先ほど紹介したこれと一緒の柄だね。うん、可愛らしくていいんじゃないかと思います。中身は多分ね、例年通り画用紙だと思います。はい、厚紙って言えばいいかな。って感じになってます。はい、じゃあ続いて、スリーブはまあそんなに紹介しなくてもいいと思います。これ普通にスリーブですね。ミクちゃんのスリーブって何に使うのって感じなんだけど、我々遊戯をやってる方とかね、カードゲームやってる方に関してこういうスリーブはねあると嬉しいんだよね。うん、というわけで毎回買ってます。はい、これはいいでしょう。じゃあもうでかいスタンドは最後でいいかな、こっち行こうか、こっち。はい、これ行きたいなと思います。はい、じゃじゃん。はい、去年のやつと一緒に合わせて飾ってみて、こんな感じですね。ああ、いいんじゃないかな。はい。去年がね、2本あるっていうのが異常な事態なんですけども、うん、20、21っていう感じですね。今年はまた1人だけになったけど、来年はマジカル未来。来年がマジミラ10周年になるんで、その時がまたね、分裂するのかどうかってところなんですけども。楽しみだよね、そこの部分もね。はい。22は K さんが担当するのかな、やっぱりね、どうなるかちょっと分かんないんですけども、楽しみだよね来年もね。はい、じゃあとりあえず20は片付けてよいしょ。じゃあ次はそこに置いてあるでっかいアクリルスタンドを見ていきたいなと思います。はい、じゃじゃん。はい、組み立てるとこんな感じですね。高さ結構あって、迫力あるよね。マジミラのアクリルスタンド、今までも買ってますけども、今回は、巨大なアクリルスタンドっていう感じだったんだよね。うん。去年が、なんだろう。じゃん。はい、こんな感じだね。なんだろう。背景付きで、ジオラマタイプって言えばいいかな、うん、っていう感じのアクリルスタンドだったんですけども、今年はただ単に極端にでかいアクリルスタンドが来ましたね。びっくりしました。はい、でちなみにこれ重さどれぐらいあるのかなと思って測ってみたんですけど、 130g ありました。で粘土のリンちゃんが 73g なんですよ。リンちゃん約2体分ぐらいの重さなんだよね。びっくりしました。はい、迫力あっていいけど飾るスペース的にはちょっと困るんだよね。うん、まあいいや、たまにはこういうでっかいのもあったらいいでしょう。はい、って感じになってます。じゃあ次ですね、こちらのマジカルミラー2021ハンドタオルセット、これ買ってみたんで、ちょっとこちらの方開けていきましょうか。開けてみてこうかなって感じ。はい、ハンドタオルなんですけども、今回ケイさんも担当されたやつが1枚で、よいしょ、今回の、マジミラーのシルエットですね、はい、が1枚で、何も柄がない緑のハンドタオルが1枚つっています。一応マジカル未来のロゴが入ってはいるんですけども、うん、単純な緑のハンカチっていうのはなんか斬新でいいような感じがするんで、はい、って感じのものが入ってました。ラインナップが面白いので買っていただきました。はい、買わせていただきました。はい。よし、じゃあ次ですね、最後ランダムものを見ていこうかなと思いますの前に、一応買ってるんで一応紹介だけさせていただきます。これがちょっと私がレビューするの遅くなった原因なんですけども、マジカルミラー2021特別号というのがあって、これがオリジナルクリアファイル付きなんですよね。2枚入ってる、開けないとダメか。じゃーん。はい、アーティストの方が、イラストレーターの方がニリツさんと安本さんという方で、こんな感じに表裏っていう感じになってますね。うん、2枚付きじゃなかったですね。って感じになってます。一応クリアファイル自体は、なんだ？向こう側に一応透けることもなくっていう感じになってるのよね。うん。よくできてるんだと思います。はい。っていうのが、
ありました、うん、今回クリアファイルなんですけど、公式の方が出してなくて、スポーツ報知さんとそれから、ムービックですねが出してるのがあるんですけども、そっちの方しか出してなくて公式の方では買えなかったんで、後ほど購入してね、マジミラ後にレビューしてみたいなと思います。はい、じゃあラスト、ランダムのものがこんな感じにあるんでね、はい、こっちの方上げてみようかなと思います。はい、では続いて、ランダムもの見ていきましょう。まずこちらですね、連結アクリルキーホルダーってやつですね。あのね、外袋が、艶なしの銀っていう感じになってて、ちょっと珍しいタイプになってるね。はい。じゃあ開けていきましょう。まずは1個目、誰ですか？どうやって取るのか？あ、こっちか。はい。いきます。よいしょ。これはカイトだね。はい。カイトこんな感じ。悪くないね。なるほどね。はい。連結キーホルダーって昔なんかいっぱい見た気がする昔のガシャポンとかよくあったよね。はい、せーの、ドンと、これレンクですね。で、男が当たった感じですね。なるほどっていう結果でした。はい、レンクこんな感じ、ちょっと角生えておりましたっていうね、面白い。はい、こんな感じですね。うん、はい、じゃあ次ですね、次がリバーシブルバンドですね。はい、これランダム販売って思いっきり書いてあるんだよね、はい、せーの、ドンと、これはリンちゃんだ。おー、リバーシブルだからこうするんだろうな。はい、リバーシブルするとこんな感じだね。それぞれ今回なんだっけ、固有のなんだろう、紋章というかっていうのが描かれてて面白いよね今回ね。はい、1個目がリンちゃんでした。次誰ですか、いきます。青いんだよな、カイトかミクのどっちかなんだよね。いきますよ、ドン。はい、カイトですね。ランダムでカイトが出るとちょっとしょげるんだよなはい、というわけでカイトとリンちゃんが当たりました。リンちゃん嬉しかったな。うん、はい、っていう感じでした。意外と大きいな。よいしょ、つけるとこんな感じ。うん、あ、でも結構大きくって悪くはないね。へえ、はい、会場でまた買ってみようかな。うん、って感じでした。リバーシブルはみんなカラーが違うだけで内容としては一緒っぽいね。よいしょ、こんな感じ。うん、おのおのおのなんだ、今回のマークみたいな感じになってるんだよね。このマークがさ、ポケモンの、ポケモンやってる、一回でもやったことわかる、なんだ、やってる人だったらわかるかなと思うんですけど、ジムバッジみたいで個人的に結構好き。はいって感じになってみたいです。はい、これで全部かな、うん、はい、というわけでこれで全部でしたね。はい、あ、結構良かったんじゃないかな、今年のグッズのクオリティも。あとは何でしたっけ、それぞれのメーカーさんが出してるグッズですねが現地で買えるので、うん、それはまたね、買ってきてレビューしてみたいなと思います、マジミラ後にね。うん、はい、というわけで、マジミラグッズですね、先行販売っていうわけではないんですけども、とりあえずね、なんだろう、パートグッズだけ紹介させてもらったんですけども、今回は、まあ、コロナの関係もあってだとは思うんですけども、先にこうやってグッズが手に入るのは個人的には結構嬉しいんですよね。うん、当日も金銭的な余裕が結構生まれるっていうのと、あとなんだ、これだけグッズが手に入るとね、なんだ、会場で買わなくていいっていうところなんだよね、やっぱりね。うん。あんまり並ばなくていいっていうのが個人的には嬉しいところなんですよね。まあもちろん今回これで買えるものも少ないので、うん。またね、本番の方で買えるものが増えてくるんですけども、はい。またそちらの方はね、手に入れ次第、イマジミラが終わったらレビューしてみようかなと思います。はい。あとは企業さんの方だよね、別の企業さんが出してるグッズの方、特に今回一番気になってるのはグッスマさんが出してる、ミクちゃんの2020のエンドロイドだね、はい、ようやく冬バージョンが手に入るので、そちらの方もね、一緒に、去年の2020の夏祭りバージョンのことね、一緒に飾ってあげたいなと思ってますので、手に入れ次第レビューしようかなと思います。はい、真面目が近づいてきてね、楽しみなんですけども、特に大阪組に関しては来週、まあ多分動画上げる頃には今週になってるとは思うんですけども、うん、楽しみなんでね、私は行かないんですけども、楽しんで、行ってきて楽しんでいただければと思います。はい、というわけでマジカル未来2021ですね、先行販売というわけではないんですけども、とりあえず軽くねグッズだけレビューさせていただきました。紹介したのはバシーとメクとミンでした。はい、またね、またね、ミクとミンと。
バシーからお願いです。チャンネル登録、ルーダの評価お願いします。Twitter、Instagram もやってますのでフォローお待ちしております。それではバシーやとミクとミンチャンネルをお願いします。